はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。プロジェクトクロストーン2、では前回の続きからやっていきたいと思います。舞台が合流したところですね。イギリス製王国に突っ込むところか。もう突っ込んだのか。ここがイギリス製王国、綺麗なところだね。中世ヨーロッパという感じね。そこに魔法や魔物ドラゴンもいるんだったな。ユーリたちの世界に近い感じか。こんなに緑が豊かってだけで私たちは羨ましいな。でもここもまた危機にさらされているんですね。何としても守らないと。あ、その先頭に立たなあかん。聖王様と姫ちゃんはどこ行ったんや。仲間に状況を確認しに行ってるぜ。すぐ見つかるといいんだがな。すまない、遅くなった。あ、戻ってきた。どうだったの、クロム、ルキナ。ええ、近くに行商人のアンナさんがいたので情報を聞けました。行商人？どこの世界にもいるんだな。その人信用できるの？ほら、行商人っていうといろいろあるじゃない。そこまで警戒しなくても大丈夫だ。アンナには多くの行商人姉妹がいて各地の情報に明るい。それで今の情勢はどうなっているんですか？屍兵たちの動きが活発になっているそうで、仲間たちはその対応に追われているみたいです。それに正体不明の魔物たちも現れていると。正体不明の魔物、もしやカムーズか。いや、明らかにカムーズとは違う者たちも出没しているらしい。え、どういうこと？この大陸には異界の門と呼ばれる異なる世界、時空へと続く扉がある。揺らぎを固定した扉のようなものか。はい、そこから謎の軍が出現したという話なんです。しかも異世界の門には金の鎖も確認されたということだ。なんだって？まさか大間の連中が言っていた最後の鎖がこの国に。謎の軍、それについてもっと情報はないの？アンナさんたちの話によると、鉄の兵士や見たことのない獣がいたと。鉄の兵士？ロボットか？獣というのは異世界の怪物かもしれねえ。いろいろ入り込んでいるな。誰が今回の絵を描いている？こりゃ一刻を争うのを。時空を超えて時の異邦人が随分来ちょるようじゃ。ああ、急ぐ必要があるな。人手はあるんだ。両面作戦で行こう。うん、わしら神羅はその異界の門に向かうかの。金の鎖、大間がおるじゃろ。敵と鉢合わせる可能性もあるからついてきてほしいのね、半分くらい。了解です。特殊部隊ブラッド、直営に回ります。あ、現場を確保しよう。最近多いな、この二面作戦。ならば俺たちは地球を守るために神竜の大地へ向かう。俺も手伝わせてもらうよ。あとは俺たちも行くぜ。あの神竜の姉さん危なっかしいからな。こちらは周囲を警戒、偵察するよ。シグマたちが動いていたのが気になる。そうだな、何もなければ俺たちも神竜の大地とやらに行くぜ。我々は情報をできるだけ集めておくよ。みんなどんだけ動いてんだ、全然わからん。え、舞台は大きく分けて2つでいいんだよね。すみません皆さん、では行動を開始しましょう。ああ、皆に神竜の過去があらんことを。何舞台だ。とりあえずカムーズがもう来てんな。うん、それね。炎の台座を諦めたかと思った。今度は何？何度も言ってるだろうが、これを何とかできるのかって聞いてんだよ。グースピー。寝てごまかすんじゃねえ。むにゃむにゃ。このババア、いい加減に。ふんふんふん。眠り姫の起こし方も知らんとは、無粋だな。うるせえ、勝手についてきただけのくせに、偉そうな顔すんじゃねえ、シグマの下っ端が。シグマの下については覚えなどない。だが奴なら黄金の種をうまく使うかもしれんな。うまく使えんなら奴にくれてやったらどうだ。ふんふんふん。この野郎舐めやがって。どうしたものかしらね。黄金の種と言ったかしら。封印がかけられてるようだけど、あれはおそらく異界の力、危険ね。何かこの場を切り抜けるためのきっかけがあればいいのだけれど。お、こいつ何なんだ。ワープできるのか。普通の人間だろう、どう考えても。ここか。なんだよ、一番乗りじゃねえのか。てめえは竜宮城にいた女か。ああ、あの時の四本腕野郎か。種を持って逃げたんだったな。こいつはもともと俺のものだ。てめえも狙ってやがるのか。私が用があるのは金の種でもてめえでもねえ。そこの緑色した髪の女だ。あなたはどちら様？見る限り異界の人のようだけれど。あんたから見りゃそうなるな。ま、そんなことはどうでもいいけどよ。
どこからいらしたの？カミューズたちは時空の門からのようだけど。私は南の門からさ。あら、そうなのね。地上にある南の門。異界の門。異界とこの世界との接点も今回の件の影響を受けているようね。それで私に用があると言っていたけど。あんた何やら力を持っているそうだな。シャドルのボスが連れてこいとさ。シャドル？どこの国かはわからないけど、私が今ここを離れるわけにはいかないわ。異界の門つったか。あれの使い方がわかるやつが必要なんだとよ。それを聞いたらますます行くわけにはいかないわね。シャドルも本格的に異世界への進行を始めたか。ご苦労なことだ。あ、なんだ、シグマ軍のロボット野郎、文句あんのか。邪魔するつもりなら好きにやれ、俺には関係ないことだ。黄金の種にも異世界への扉にも興味がねえ。じゃあてめえはなんでここにいるんだ。俺は導かれているのさ。その先にたまたまお前たちがいるだけだ。ババは導かれし者か。おかしくなってんのか。付き合ってらんねえぜ。あなたたち、今のうちここを去りなさい。クロム自警団が放ってはおかないわよ。構わねえぜ。そいつらを血祭りにあげたら、てめえもこの種の封印を解く気にもなるだろうが。あ、誰か来たぞ。早速来たみてえだな。なんとか団がよ。ようやくね。みんな、ここよ。絶対自警団じゃないでしょ。お全然ちげえし。ここか。ここにいるんだな。え、あら、一人で暗い度胸してんじゃねえか、自警団。こいつの命が惜しければ、黄金の体の封印を解く方法を教えな、シキ。知らない人だから、なんとも言えないんだけど。はっは、感じるぜ、この感じだ。来る、やつが、あいつが。お前の中の鬼が、ここを目指したか。そうだな、その通りだ、ザギ。ち、ロボット野郎の仲間か。行かれてやがんのか、そいつは。鬼を抑えきれないだけだ。それくらいでなければ強くはなれん。刃がうずく。やらせろ、やらせろ。面白いじゃねえか、こいつはよ。なんで息統合してんだ。めまいがしてきたわ。どうしてこんなことになってるのか。この神聖な神竜の大地が悪党の待ち合わせ場所みたいになるなんて。ああ、これは夢ね、きっと。少し眠った方がいいかしらね。ふう。ほら、現実逃避してんじゃねえぞ。さっさと、この黄金の種を。そこまでだ、魔人カムーズ。神竜の巫女に手を出すことは俺が許さん。てめえはクロム、チ、それにワルキューレもか。カムーズ、とうとう追いつきました。ん？周りを見るのだ。カムーズだけではないようだな。ふふん、Xはいないのか。シグマにやられたとも思えんがな。チ、こんなところまで来やがったか。鬱陶しいやつらだぜ。いはは、いたな、ユーリ。追ってくると思ってたぜ、黄金の種を。よくもまあこんな濃い連中ばかり集まったもんだ。シャドルにシグマの軍団、暇なのか。カミューズはわかるけど、他の敵たちはどこから来たの。さっき話に出ていた鉄の兵士というのはババのことだろう。そうなるとやはり異界の門からか。神竜の巫女様、チキさん、ご無事ですか。寝てる。カムーズの向こうにいます。意識がないみたいです。チキさん、この状況をお一人で耐えていたのですね。どうだろうな。現実逃避して寝てるだけにも見えるがな。ん？あら、クロム、ルキナ、それにワルキューレさんたちね。助かったわ。これからそちらに行きます。できるだけ敵から離れてください。これやしねえ。たどり着けやしねえんだよ、どこにもな。いいえ、すぐにチキさんのところへ行きます。邪魔はさせません。これは伏兵、茂みに忍ませていたのか。用意がいいことだ。ここはお手並み拝見と行かせてもらおうか。はっ、無駄に手駒を減らす必要もねえしな。やる気ない二人組だ。正面突破しかないようだな。もう少し人数が欲しいところだが。この場所で少々騒ぎを起こしても他のみんなは気づいてくれないよね。あれ？ちょっと、あれはもしかして。おお、お店。イーリス製王国の皆様、みゆきの店、こちら空中院でございます。やっぱり、みゆきさんの飛行船です。どこからこの世界に入ってきたの？ふう、本当にお客さんの多い日ね。神竜の大地がここまで騒がしいのは初めてよ。
ち、うるせえのが入ってきやがった。静かにしてろ。騒がしい。そうか、みゆきくん。スピーカーで俺たちの仲間を呼んでくれ。お客様のお呼び出しですか？そういったサービスはしていませんが。そこは気を利かせてもらいたいね。お代もなしに気を利かせてほしいと。行商人というのはどうしてこうシビアなんだ。みゆきくん、戦いが終わったら商品を見せてもらうよ。セット商品も楽しみだね。こいつは評価上げるの得意だな、大神総司令。そこまで言われたらサービスしないわけにはいきませんね。では行きます。はい、毎度おなじみ空中院でございます。イーリス帝王国の皆様、いかがお過ごしでしょうか。こちら神竜の大地にてセット売り大セールをいたします。どうぞふるってお越しください。みゆき、待ってます。ふう、これでいかがでしょうか。仲間を呼び出すんじゃねえのか。すごい大音量だ。音量はいいんですけど、今お店の宣伝だけでしたよね。あ、大神様ご一行がお待ちです。そこは全然声が出てない。あ、まあとりあえずはこれで他のみんなが気づくはずだよ。それまでは私たちだけで敵を抑えましょう。ちっ、やかましいことしてんじゃねえ。とっとと片付けてやるよ。まったくだぜ、これ以上邪魔されてたまるか。今ので X が来るならそれはそれでよしか。何でもいい、何でもいいぜユーリー。お前はもうここにいるんだからな。あら、始まるよね。それじゃあ終わったら起こしてちょうだい。ああ、起きる頃には終わっている。行くぞみんな。あの樽みたいなのが宝箱かな。お、本当に人が少ない。この前せっかくインターミッションで戦力を整えたはずなのに。ま、とりあえずもうこのまま入れてくか。ほいほいっと。 OK、 大神の SP210 まで上げたのにな。プラズマフィールの展開のために。勝負です。あ、でもこの3人は比較的強いから多分大丈夫でしょう。毒になった。勝負は1万あるか。皆さん私に続いてください。上から行きますよ。二人とも投げて。ノッチ、大きくなります。これくらい痛い。984か。やっぱクリティカルは重要だなってか、ザギそのまま来んのか。こいつも来るか。一人だけ登場がかっこいい。すごい声が聞こえましたけど、ここからですか。あ、アリサさんたちが気づいてくれましたよ。大神くんにクロムくんたちか。ということはここが神竜の大地のようだね。なるほど、さっきの声はみゆきの空中院からだな。他にも随分敵が嫌がる。やはり来たか X。ババ、お前がいるということはシグマは失敗したか。何、お前シグマにこの世界への道を教えなかったのか。やつにはもっと力をつけてもらわねばな。お前たちを倒せるほどの。それは黄金の種ではないと。その通りだ。封印が解けるかどうかもわからんものだからな。てめえ、それを解くためにここまでやってきたって言ってんだろ。確実性のない願望にすがってだろ。ちっ、お、こっちからも。完全に包囲してんな。なんかここで大セールをやってるの？いいタイミングだ。これで3方向から展開できる。なるほど。こんな騒ぎになってとはな。宣伝がひときわ大きく聞こえたぜ。カムズのやつはここにいたか。あとは、ババに、シャドルーだと。シャドルーも黄金の種を狙っておるとはの。何でも欲しがりよってからに。あ、そんなものは別にいらねえよ。私の目的はそこで寝てる女さ。すやすや、眠っている。誰だ。だがこの力は。あの方が神竜の巫女様チキさんです。数千年を生きているマムクート、神竜族の方ですよ。神竜の巫女って人間じゃなかったのか。数千年ってすごいばあさんだったんだな。むにゃ、お姉さん。その若作り巫女をシャドルーがなぜ狙うのじゃ。
は、自分で考えな。ただで聞けるなんて思わねえことだな。黄金の種より価値がある。あのチキという女が。ならば腕ずくで聞き出してやろう。その方が貴様にも分かりやすかろう。やってみろよ。あ、こっちにも用意があるぜ。出てきな、てめえら。茂みから。こっちにも伏兵がいたんですか。何、茂みから出てきたのこいつら茂みに隠れてたのか。影丸、あのデュラルの中に本物はいるか。いいな。全ては偽りのデュラルなり。よくわかってるじゃねえか、忍者。本物はベガのところにいるだろうさ。何、ベガめ、姿を見せないと思ったらまた何か企んでやがるのか。あれだな、また何が企んで、何が企んでるのかになってる別にいいけど。オリジナルデュラル、そして巫女の誘拐。何をしたいのかよくわからんの。この大地を中心にいろいろと起ころうとしているな結構なことだ。ならば俺も準備をさせてもらおう。当然部下を連れてきているか。あら、この感じ、魔界で感じたあの力じゃない。魔界で感じた、え、まさか愛だ。おお、黒鋼、以前電脳空間で破壊したはず。思い出せ。なんだっけな、火花だ久々に名前が出てきたからわからん。魔界でアイダが具現化したという話を。ババ、このサイボーグはあの時の。その通り、アイダによって再生されたものだ。アイダそのものに近い存在と言っていいだろう。少し前に魔界で会ったスケイスと同じか。リアルとザ・ワールドとの接点はその時に俺たちが塞いだ。そうだよ。どこから黒鋼を連れてきたんだ、ババ。気づかんのか、今あらゆる世界にほころびがあることを。貴様らが塞いだ穴などごく一部にしか過ぎんのだ。今この世界に多くの敵が入り込んでいるのと同じ。そういうことだ。面白いだろう。世界は壊れていっている。笑えんな。自分たちの生きる世界まで壊してどうするつもりだ。どうするつもりもない。俺が生きる世界が全てだ。壊れていようがいまいがな。自分勝手な理屈だな。だからお前は俺に勝てないんだ、ババ。抜かすな、X。はは、心配するな。壊れてようがなんだろうが、俺様が種の力で新しい世界を作ってやるからよ。そんなことはさせません、カムーズ。それは欲望によって使われてはいけない力です。特に欲望まみれのやつにはな。だったら俺を止めてみることだな。何でもいい。俺が満たされるなら、力を震えるならな。世界が壊れていようがいまいが、そこが俺の、いや俺たちの居場所。そうだろう、ユーリー。勝手に壊れた世界で壊れてろ。俺たちは俺たちの道を行くまでだ。はは、釣れねえじゃねえか。来いよ、同じ世界に永遠に。ユーリー、もう終わりにしよう。誰にも世界を壊させはしない。もし壊れているのなら、俺たちがそれを直すまでだ。それが俺たちの道ってやつさ。貫き通す正義。また編成をしなくては。とりあえずポンポン入れていこう。ほい、ほい、準備はできてる。ほい、お役に立ちます。プラズマフィールドは展開できないな。とりあえずこの舞台はこれで終わりかな。もう3方向から出てきたし。で、残りは多分次だな。ここ弱い。ちょっとダンテを。ダンテを出さなくては。ムーブ1。行くぜ。こいつを中心に。ここ強えな。ここだな、問題は。ここも結構強いからな。神経勝負。行け、セガタ。攻撃力自体はそんなに強くねえな。ユーリ、今の戦い。で、ザギが来るからな、これ。ここだな、ここでストップだな。ババはまだ大丈夫でしょう。一回来て、
ここもいけるな。で、直しとこう。で、X も出して大丈夫でしょう。相手が相手で、こいつは結構硬いな。チャージショット、ホイール凍りつけ、燃えろ。キル、ただそれだけだ。総攻撃を開始しよう。ちょっと高かったかな。忘れないことだ、この私の名を。キャプテンコルド、倒そう、最後だし。もちろん。さあ、まだ。素晴らしい。X はなんでノーマルの X でいるんだろう。まあ、いいけど。こいつは毒にしてくんな。切り返していこう。セガタはね、ちょっと一回吹っ飛ばしておかないと。この強さ、64ビット級。こりゃすごい。先行総指揮、神聖なる剣族。重いはずなのに結構飛ぶな。よし、30レベル。仕方ないな。僕が何か作るよ。なんだ、シャンハって。ジェントルメン。そろそろすげえな、ジェントルメン。1万7000もあんのか。飛んでいかないし。ジェントルメン、防御力が少ない、そしてやる気がない声出した。2万2000。あ、こいつがいたのか。しまった、忘れていた。必殺技使ってこなかったな、危なかった。は、楽しめそうよ。この鉄拳忘れるな、死ぬ。うん、やっぱサポートキャラは味方の攻撃力に依存してるっぽいな。まあそう、そりゃそうか、レベルはないしね。よし、反撃。ここで倒します。突入、燃焼する。燃焼します。ジェノサイドギア、燃焼する。オラクル活性が上がってる。じゃん、燃やし尽くす。結構硬いガイドアーマー。さすがドットハッカーズのカイト、やるじゃん。死の恐怖も頑張ってたじゃない。不意打ちはあれかな、なんかサイドアタックとかバックアタックが上がる感じかな、名前からしてたけど。見えた、攻めるなら今です。エネルギーをゼロ距離で収束。エネルギー凝縮ザン。さすがドットハッカーズの。どん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 レベル上がっていくな。行くぞ。うわ、エクソな、気絶しちゃってるかな。よし、反撃。こちらで引き受けます。エネルギーをゼロ距離で収束。エネルギー凝縮。PC ボディでの戦いにも慣れて。こいつは動かないか。反撃不能。あれ、技使ってくるんかい。痛い。そこそこだな。これダンテ複数技あるかな。あるな。何体、3体か。まあいいや、ほいほいほいと。いや、ダンテの技見たことなかったかもしれないな。ここちょっとまずくないか、戦力的に。この2人がマジ弱いからな。23レベルか。横から行ってな。どうだ、お主の技。とりあえずブロックは外しとこう。手加減はできない。受けられるか。一戦基本だ。くそ、硬いぜ。リボン、全力で叩き込む。よっしゃ、マーカー、水晶だ。螺旋、
攻撃力はでもそこそこあるか。1回で1000は当たる。なんとかなるかな。いだい、ひどすぎる。しまった、 70% しか溜まってない。できればザギは倒しておきたい。バーバもいるか。うーん、どうするかな。後ろから黒鋼を狙おう。で、こちらで引き受けます。捕食します。回転打ち抜く。オラクル活性が上がってる。エネルギー凝縮。かっけーな。ストライダー飛竜を投入するか。横だな。そうするとなんかあるかな。うーん、まあいいや、このままで。まずはほい、ほい、楽しめそう。ほい、さっさと地獄へ行け。さよなら。死ぬがいい。倒せなかった。痛い。X 気絶した。お前また気絶したのか。まさか3人かかるとはな、思わなかったな。やっぱ勝てえなこいつ、防御力。その隙逃しはしない。おお、一気にレベル上がった。ボディーパーツマジでそのままボディーパーツつけてほしいんだけど。コツマ、俺とどのような関係があるかは知らん。だがお前にはここで消えてもらう。アイダのキャリアになったのではね。あ、消えた。爆発してない。う、早い。あれだけの損傷を受けてあの速さ、アイダの影響かしらね。そのまま悪敵と結びついたりしたら何が起こるかわからないわ。始末はつかなければならないな。次こそは必ず。みんな次こそ次こそって言ってるけど、どうなのよ。19レベル。19レベルはさすがにもうどうにもならんだろう。あーでもそうでもないか。防御力が低いんだなきっとこいつ。スキルスロットようやく。痛ーい。ぐわ、死ぬ。マジで死ぬ。100溜まったから、あとはちょっと攻撃力の強いやつで、554563、一応優位とフレンが一番強いか。ブロック持ちかー。三四郎頼む。しまった、外した。だいぶ外したな。ダメか。真面目に遊びきれなかったか。いって、さあ行くぞ。倒せなさそう。大きくなります。これくらい痛い。ちょっと早かったな。え、いくつ当たった今。1万かでも。グオめっちゃ反撃食らう。最終的に簡易伝統使おう。私、ね、どうする。正面から行って
15% か。どうしようかな。まあいいや、攻撃しよう。天地一瞬ハンマーズ、勇気と覚悟で行くから。協力して戦うんだ。気づきしないかな。気づき技をちょっと使おう。何だって武器になるんだから。これでどう。あ、気づいた、やった。使おう。次のターンだな。うおーおお、気絶した。こっちがなんて卑怯な。こっちもカウンター持ってんだ。ここは僕たちに任せて。後方支援は慣れてるの。ダメか。俺の手を汚さなくてはいけないようだな。昨日よりちょっとは強くなれたみたい。今日はエリカがあなたの。来るか。これは必殺技を使ってこない。すぐに。今が正義を貫くと。キャプテンコイン受けてみるか。敵の撃破に成功。データを。ここはもう完全に落ち着いたな。ここだよな、やばいの。グワッガ、反撃しとくべきか。死なないよね。本気で。まあ攻撃そのものは当たるから。少しでも削っておく必要がある。8000か。それでもそんな攻撃俺もやらせてもらう。めっちゃ剣切ってんな。リモン長寿、俺は前に進むんだ。ほい、ほい、再戦したくば来い。反撃と。あー、しまったー。死ぬなよ。1万2000ちょっとやばくねえか。ふお死んだ。ダンテさらばだ。速攻で隠させよう。もうマジかよー。え、違う。まあ、いや、毒直して蘇生させて。すぐ直せんのがいいよな。で、ほいほいほいと。これで減らしていこう。ついてこれるか。デビルマストダイ。ゆっくり眠りな、ベイビー。あばよ。よし、一体は倒せるな。ダンプようやく30か。もう少し強いかなと思ったけど、そんなことはなかったね。どうしようかな。こっちでやるか。仕事じゃ。やっぱりこっちで倒そう。魔界の見えそうで見えない。俺も終わるぞ。面白くなってきたぜ。もらえる。ちょっとそれ、わしの技イケてるじゃろ。ダンデルタイケてるに。ヘリヤッハハ。得てして敗者を。よし、2レベルアップ。すげえな。絶対爆発に巻き込まれてんだでしょ。バーバーどうしようかな。 X でこいつを攻撃して。連続攻撃で勝負をかける。死角から入り込む。 100% いったかな。これが私の答えだ。パワー全開。キャプテンクルー。決まったな。死んでたけど。敵の撃破に成功。データを取っておくか。うん、横だな。ハセオの援護をつけて。ブロックが結構あるな。さすがライドアーマーだけあって。しかし俺には効かん。
飛び入り参加。誰だろうと容赦はしない。切る。お前かかと切り叩き潰す。ぶちのめしてくれるわ。あら、ウロボロス死ぬがいい。で、あとはライドアーマーが壊れてどうなるかだな。お前たちに助けられた。暗殺。しまった。あー、やっぱりか。くっ、こいつらここまで来て引き下がれるかよ。でよ、てめえら、いっぱい出てきたな。カムーズめ、さすがに護衛を用意していたか。くっ、屍兵までこの世界を乱すのもいい加減にしろ。ここまで押し込んだんです。一気に殲滅しましょう。ああ、伏兵が全て出たのはそれでいい。この神竜の大地から出て行ってもらおう。ここの問題部隊どっちが減ってんだっけ。あんまり変わんねえか。やるぞ、葉月流獣。ブロックはまず外すか。先生堂々と勝負だ。先生、目障りなのだよ。炎に飲まれろ。こいつで決める。セモンクレイマント、イルギツゲリ、そうだ、ハグリュウマート、イルギツゲリ、キッチュウ、螺旋。結構いいね。修行が足り、レベルの割には強い気がする。ザキか。気絶してもうこれはいけんな。さよならだ。あ、そうだ、ブロックのやつやる必要なかったな。呼んどこ。ちょっと危なかったな。援護入れといてよかった。おお、レベルすげえ上がんな。なんかそうだ、覚えるんだけど、いて、最後の悪いが聞かれた。足りねえな、まだまだ全然足りねえ。付き合いきれないぜザギ、てめえがいるべきとこに帰んな。ひゃっは、なぜだ、なぜ逃げる。俺とやり合うより大事なことなどないだろう。別に逃げちゃいねえよ。ただ相手にする気がねえってだけだ。今なんて言った。俺を、お前、ふんふん、まだか、まだ足りねえのか、ふんふんふん。だからお前は俺を、ん、だからお前は無視するのか。俺を、力だ、そうだ、ブラスティアなどよりもっと強い力と言いつつ去っていく。待てザギ、追わなくてよかったんだろうか。言ったろ、あいつに付き合ってる暇はねえって。とはいえ、いい加減蹴りをつけた方がいいのは確かか。ぐは、いけるよ。俺なきゃ遊べんのか。ほりゃ、すげえ、クロスブレイク6020とかめちゃ強えな。よかった。バーバー、とりあえず後ろからまた狙っとくか。私が相手です。そうか、ブロック外しがないんだな。どうしようかな。天下の総理ずれ、近くから入り込む。こちらで引き受けます。この一戦引けません。エネルギー凝縮ザーン。スラッキューだ。ほい、終わりだ。どうなのだかな。これは結構削ったと思うけど、3万4000か。で、最後に回復するやつを回復させとこう。黄金と、こいつらがやばいな。ここの舞台がマジやばい。頑張りましょう。後ろから行くか。確実に倒す。一斉に攻撃しましょう。ガンジュース、ソルバルーン、舞い上がります。ビッグの術で締めくくります。いったい、キルソード、ギグやる、突き通せ。この勝利が未来につながる。あれ、大神気絶してんだっけ。黄色く光ってたけど、もうこっちさ、来なくていいよ。ダンテのところかな。うわー、燃えた。てか一人あれだな、宝箱のとこ向かわせないとまずいんじゃない。
行くぜ。正々堂々と勝負だ。この二人は相性が良くないな。こいつはもう次で倒せんな。反撃しよう。与えるだけ与える。だどうしよう。まず一発殴って。俺の手で切り開く。ここで全然ダメだ。あ、入った入った。クロスブレイクだな、やっぱりダメージを稼ぐには。もう今更かっていうのがあるけど。ああ、耐えるか。15000、無理だな。おお、残った。よし、ならばまずは、え、強いこいつ。覚悟はできてるさ。これね、あ、飛んできた後だな。見ててくれ。こいつは硬い。ダンテはもう全体攻撃、こう V デュラル、ジュリー狙って。あとはこれでいいや。まあ、1体は倒したな。ガッツあるじゃねえか。よし。で、この死ぬそうだ。158しかねえんだ。ストライダー肥料って、もう宝箱を取りに行こう。敵を排除しつつ。うわ、硬っ！こいつ硬っ！硬いけど速攻で割れたな。やっぱメイン技以外はちょっと弱えな。全く鍛えてないからな。大丈夫っしょ。さあ行くぜ。あ、3000じゃなくて30000残ってたのか。間違えた。注目しな、ショータイムだ。見ちゃいられないぜ。全然ダメだ。この戦い負けられない。少しはやるじゃないか。ようやく。グホ死んだ。お、危ねえ危ねえ。さっきので重なると悲劇が起こるかんな。ここで悲劇が起こったらマジでやっとシャレにならん。遊んでやろうかの。それわしの技いけてるじゃろ。邪魔をするなら戻る。スネークを見てる。一瞬逃げ場などない。オンステージ、イッホー、カオスフレア。どうだろうな。バナを倒すのにちょっと必殺技ゲージを取っておきたいからな。 X だな。一応横になるか。これは外して、いい感じだ。悪は滅びる、それが世の常だ。キャプテンコレド、正には勝つ。落ちろ。うわー、下方がちょっと弱えな。だいぶ足元がふらつく。てかさ、これババ本体の方が硬くねえか。任せとけって。あそこの樽を取りに行くだろう。大丈夫だ。こいつらだな。このまま行きましょう。ブロックがないのは。ここで立ち止まってはいられない。インパルスエッジレシピジャーン。データドレイン。次で決まりだな。さすがに甘くない。
ゴー、参りましょう。大丈夫だったか。行けそう。大神ちょっとこっち行くか、間に合うかな。あ、しまった、回復するの忘れた。やはり来るか。うわー、気絶した。え、1万めっちゃくらったんだけど、どういうことよ。雑魚と遊んでいる時間はない。今回はストライダーヒル大丈夫だよな。え、痛い、死ぬ次があったら死ぬ。これで決めてやるわ、受けてみ。最近死者がよく出るな。邪魔だ、破産し、さっさと地獄へ行け、死ぬ。梅雨と消えるがいい。カムズはこっちに来い。よしよしよし。うわ、こいつらマジ攻撃力高っけ。クロスオーバーとマントリアホームラン。ドラゴン敵を撃つ。アタックしたい。心に問いかけるぞ。インクリマンサイズ。あれの当たり判定がどうなってんだかわからんな。画面に投げつけてる時の。よかった、おととい。きうわやばい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 けど、反撃できるときに反撃はしておきたいからな。ふぃー、これこれこれ、この時ミスにはなってないからな。この調子で最後まで来よ。だいぶな、死ぬか。一応最後の反撃か。9900、どうだろうな。敵は打ち果たした。次。おお、死ぬか死ぬか死ぬな。死ぬけどいいや。死んだ。ああ、やばいやばいやばい。さよなら。13000。ごー。やっぱりこっちの舞台が厳しい。本当に厳しい。正々堂々と勝負だ。トラミ崩し。ぶっ飛べ。立ちがついた。イブリス軽減。吉兆だ。うん。倒した。イブリス軽減。吉兆落とす。20年早いんだよ。いいねいいね、上がっていく。60% 反撃しとこう。任務了解している。逃さない。切り刻む手裏剣。そう、手裏剣を逃さない。任務よ、悪く思わない。そこだ、ガンスティンガー。ご機嫌だぜ。ジャックポット、消し飛べ。少し面倒くさがっちまった。ひたくり上、これ取りたい。これう、死んでる。そうだ、死んでいるんだった。てかさ、全開回復するもある。これって生き返るのかな。結界キララは、あ、生き返んなそうだな。生き返るのはまた別の。お、間違えて復活の新薬とかいうのを使ってしまった全体を蘇らせる。かなり貴重っぽいんだけどな。まったく。どれがいいんだろうな。結界とかしかないな。麻婆カレーがな、結構いっぱいあんな。これを単体ごとに使っていくか。とりあえずこんなもんでいいか。あとは状態異常を回復と。どうしようかな。まず X で裏を取るか。ライトニングエッグ、ホイール、強烈
イヤ。コマンドチーム出撃。ランタースライドのランタイバー。燃え尽きろ。いいよ、 100% いった。キャプテンストーン、余計に攻撃した甲斐があったな。キャプテンコレド。バーバーはこれで OK。 すげえ、ヘッドパーツここに来てどんどんパーツを手に入れてんな。そろそろ決着をつけるとするか X。 いや、決着ついたんじゃないの。ああ構わない、ここで終わりだババ。慌てるな X、 俺の体が持つのもあとわずかだ。ふさわしい場所を見つけてある。お前は必ずそこに来る。なんだ、病気持ちかババ。ふさわしい場所だと、それに体が持たないだと。やつは間に感染しているはずだ。その影響かもしれない。ババとその執念、俺が断ち切る。本当のイレギュラーとなったお前を。後ろ、あ、後ろは取れないか。まあしょうがない。飛べ、邪険者、隠居中。はあ、黙ってはいられない。受けられるか。重ね当て、立ち寄せろと。隠居中。バジル、先に行け。どこを見てる。レインストーム。全力で叩き込む。いや。ラセン。おお、倒した。いいね。攻撃力なぜか高い。29レベル。てんてんてん。ボッカーン。本物はベガのところか。戻ろうぜ、影丸。俺たちの時代に。必ずやたどり着いてみせる。エンジン全開です。ここは完全に片付いたな。遊べんのか。クソ、俺ら風船に破裂した。心に問いかけるぞ。緊急爆発。男の背中。ユーリ、今の戦い。で、カムイズがな、残ってるからな。あとあれも取りたいしな。これは迷うな。横からはいけないし。勝負です。さてどうする。XP 回復させよう。上げパフェで。で、まあ、例によってホイホイホイと。よろしく頼む。次で終わらせ。必ずだ。ジーザスとかやったら倒せ。そうだけど当たらない。射程1アップ。よし。わし。まあ大丈夫でしょう。こうやって舐めてるとな倒せないことがあるからな。ようやく23。弱すぎでしょ。後ろから行くか。まあ大丈夫だとは思うけどね。攻めてな、50は言っとかないと。完全防御ができないからな。こいつは応戦しない。来るか。おお、5000。やはり攻撃力が高いな、このロボット軍団。これな、クロスブレイクしないんだよな。あ、来た。タフだな。痛い。反撃しよう。手で切り開く。トラミ崩し。吹っ飛べ。切り抜ける。全力強襲。強襲。トグリュ。この技で決着だ。てい。エルギスギリ。切っ飛ぶ。ちょっと分かった。強襲。強襲。少しはやるじゃないか。で、ダンテはちょっとこっちに行きつつ複数技を使う。
2匹倒したな。よし、思ったより丈夫。でダンテにあの樽を取りに行かせて、カウンズがまだ残るからな。できればでもな、こいつを残しておきたいな。屍兵の雑魚、後ろ取れねえのかよ。まあブロックにこれもつけとくか。横から毒蛇の牙剣なんちゃ中エムリスキャリー水車ゲリ覚悟、覚悟はできてるさ。マートエムリスキャリー水車ゲリ切り抜ける。セイゲえい、俺は前に進むんだ。てい修行がたい。おお死ぬ。てめえの出番は終わりだ。ごほ、おお、なんか良さそうなの手に入れた。いいだろう。横だな。1万5000はね、だから無理なんだよね。これ回るぞ。おっと、三大軍。それ。俺の空風が高まる。天に代わってお仕置きじゃん。ホークン。めっちゃ上に上がったな。よーし、これで倒したのはでかい。技って最後なんでグルで覚えるんだっけ。け、ここで終わりかよ。私はここで降りるぜ。降りるだと、どういう意味じゃジュリー。ベガの目的はほぼ果たされたってことさ。わしの大切なものやリョウが持っとった鏡、あれと関係あるかの。てめえで確かめな、アバよ。さよなら。もうあいつは出てこないのかな。これは早いところ黄金の種を返却して元の時代に戻った方が良さそうだな。正義を見せよう。任務開始。後ろ取れないか。あと一歩、オプション B が使えない。後ろ取れるとだいぶでかいかな。自分オプション B マイル。よし、 OK。 あれ、いけない。マジか、いけないか。バックアタック 35% アップもあるしな、無理だったな。これを取ろう、貴族のマント。それで俺は十分だ。12万。この鉄拳忘れるな。とどめじゃ。遊びは終わりだ。死ね。反撃するのだ。よしよしよし。力が弱まる。すっげえ当たったな。私が相手です。ブロック崩しがないからとりあえずこれで攻撃しておこう。幸いブロック値は少ないから。人気オラクル達成上昇。技も使えない。もういっか。防御。おお、死にそうなやつがまた出てきた。こいつは始末しておこう。私が相手です。後ろから毒の攻撃ってほとんど使ってないな。復讐の刃。うわ、ここまで来ておきながら、カミューズ覚悟。うわあ。ん、やつめ、黄金の種を手放したか。
いや、投げ捨てたんだ。く、また以前と同じようなことを。種を確保しろ、早く。まだ、負けねえ。あ、まだ。しぶてえな。逃げおせたか。やつも必死だな。ワルキューレ、黄金の種は回収はできたのか。はい、これです。ようやく取り戻せました。ふう、よかった。大きな問題が一つ片付きましたね。それを竜宮城に返すまでが任務さ。まだ油断はできないがね。家に帰るまでが遠足だ。アキラ死にそうだけど、しょうがない。一応防御しとこう。耐えた。さすがだ。ダンテがこれを取るまで待ってくれたまえ。マムシ族のフォーク。こいつで決めるか。ステージクリア。こうやってると人いっぱいいるな。おはよう、おはよう、ボンジュール、チキさん、チキさん、おはよう、チキさん。メロディーがわからん。ようやく終わったよね、お疲れ様。あ、おはようございます。あの騒ぎでここまで起きねえとは筋金入りだな、この姉ちゃん。チキ、今の状況だが、みんなの顔を見ればわかるわ。うまくいったよね。ああ、なんとかな。チキさんも大丈夫でしたか？カムズにひどい目に遭わされたりは。大丈夫よ。あなたたち、異界の友人のおかげでね。助かったわ。ありがとう。いや、無事で何よりだったよ。俺たちも目的を果たすことができた。あとの問題は異界のもんだな。ええ、そう簡単に向こうからこちら側へは出てこれないはずなんだけれど。それだけ世界は不安定な状態になっているということだろう。みゆきちゃん、あなたも異界のもんから来たのよね。はい、私は新宿上空の揺らぎを通ったところ、こちらに出てきました。ジュリたちやシャドルーもその辺りから来たのか。だが、新宿？かつてシャドルーは新宿、カムロ町でゾンビ騒ぎを起こしており、無関係とは思えんな。俺たちが異世界を旅しているうちに、日本で何かが起きている。黄金の種が取り戻せた今、戻る時が来たのかもしれんの。そうと決まれば、神羅の連中が向かっている異界の門へ急ぐとするか。てか、普通に日本の住民大丈夫なの？わかりました。案内は私がします。チキ、ここはまだ危険かもしれん。クロム自警団と合流してくれ。いいえ、異界の門までは一緒に行くわ、クロム。私も門の状況を見ておきたいし。わかった。準備が済み次第出発しよう。よし、とりあえず左部隊、ダンテの部隊がちょっと不安だったけど、死者がね、何人か出ましたけど、まあなんとかなったな。少しアイテムを補充しとかないといけないかな。最近ちょっとね、お金がカツカツなんですよね。11万4千円でしょ。これとこれ、買うと一気にお金がなくなるな。いってらっしゃいませ。まあいいかな。というところで、では第35話これで終了したいと思います。